6年生12歳飯田ラウラです。今日は私の宝物を紹介します。宝物はサンタさんにもらったギターです。今からやるので聴いてください。全然できないけど、いつかみんなの前で披露できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ラウラでした。バイバーイ。女の子が胸キュンするシチュエーションが分かりません。ご教授ください。どんな時にキュンとするんですか？こんな聞いたの初めてかもしれないね。桜学院の映画の何だろう、胸キュンする。男子のさ、こういう仕草好きみたいな、仕草、仕草とか、例えば、ちょっと思いついた人いたら全然言ってもらってもいいよ。じゃあ、言ってごらん、言ってごらん。何だろう、でも、優しい方が、例えば、スーとかもやってくれたりするんですけど、例えばこう道歩いてて、こっち側に車が走ってて、ラウが外側にいたらスーが前に中に入れてくれたことがあって、だそういうちょっとした優しさみたいなのとかはあれなのかなっていうのと、あと前テレビで見たんですけど、頭を撫でるとなんかキュンキュンするみたいです。頭撫でたり、そう、あと、なんか手掴むっていうか、ここら辺をこうやって掴んであげたりしたら、なんかキュンキュンするって前テレビで言ってました。なるほど、ハードル高いですよね、ポン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 ね。こんにちは、嬉しい。私たち桜学院ですよ。踊りきましたか？いや、いつも先生が私たちにサプライズするんで、むしろ今回はうちらがサプライズしようってことで、私たち自分たちで考えたんです、この計画。イエーイ。何やこれ、お前誰やねん。いや、ちょっとね、びっくりさせそうだったんですよ。この気持ちわかるわとか、この絵はこの歌みたいなのちょっと絵なんで、ちょっと私のマイフェバリットちょっと決めてくれ。まず私の惜しくもあるかな。理由は特にないんですけど、いや、なんか忘れるるのるるが目立ってするみたいな。まあどっちもざっくりしてるわ。スタート。そうですね、いっぱいあらったらしいな。じゃあね、眉毛消し。眉毛消し。眉毛消し。え、これ今桜学院のお二人拍手してましたけど、お二人が受けるんですよこれ。はい。え？今どっちが打った？どっちが打った？どっちが打ちました？ラウちゃんが。ラウちゃんが眉毛消しますよ。じゃあ、ラウちゃんの眉毛を消させていただきます。どういうこと？じゃあ、あちらへどうぞ。あの眉毛消しボックスへどうぞ。え、そんなのあるの？はい、ボックスあるから。いってらっしゃい。ね、はい、ラウちゃん。ラウちゃん準備できたようです。それでは眉なしラウちゃん登場していただきましょう。どうぞ。消えてんの？消えてんの？消えてる？なんか違う人みたい。来ないで。あ、消えてる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 。なるほどね。じゃあ眉髪なし、眉髪なし、眉髪なしで。はい。今日このままやってもらいますからね。じゃあちゃんとしたやついこう。特技よ。特技じゃないです。特技。プチ自慢。プチ自慢いいよ。プチ自慢いいよ。いとこが FC 東京の日本代表です。FC 東京。東京のU16の日本代表。あのね、それはね、いとこがすごい。あなたすごくない。みんなで言って、あなたすごくない。本当に。あ、いいじゃん。見て、この腕に巻きつかれてる感じ。かわいい。頑張れ、飯田。無理だよ。頑張れ、飯田。大丈夫だよ。
ういい、もういい、いいよ。危険なゾーン。怖いよ。あれ青のままだ。じゃあ行っていいのかこれ。うん、なんだよね急に、うん、いいよ行って。大丈夫ね、うん、行くよ。いいよ。あ、あうわなっちゃった。めっちゃ急になっちゃった。お願いします。ラウちゃんごめんなさい、土の子で。土の子よ。土の子マジで分かんなかった。それはありがとうございます。もう嬉しい。どうしようどうしようどうしよう。スタートって、スタートって弱くはなかった。